はい、こんにちは。時のたけし農場です。今上の川病院に来てます。で、何の病気かっていうとね、いつものように前立腺肥大ですね。まあもうこれ老人病なんで、逃げようがありません。まあいずれにしても年取ってくるとね、多かれ少なかれ、前立腺肥大になっていきます。ただこれね、別に命に別条ないんで、まあほっといても大丈夫っちゃ大丈夫なんですが、まあ前立腺肥大すると、まあ、前立腺がんですかになる可能性があるんで、まあ治療はしておいた方がいいよっていうのが定説みたいです。で、私もね、別になんかそういう検査を受けるつもりなかったんですが、山崎に行った時にね、竹井さん、町の健康診断で安くやれるよって言うんでね、はい、じゃあ やろうかって言ってやったら、前立腺が育ってましたっていうことなんでね、で、山崎院でね、管理してもらえるのかなと思ったら、上の川病院に行ってくださいって言うから、っていうことでね、今まではもうほとんど山崎院一択だったんですが、まあそれからね、上の川病院に、まあと言っても、まあ2ヶ月とか3ヶ月に1回なんでね、90日分出ますんで、この次6月の3日だったかな、3ヶ月後ぐらいになるんで、まあそれほど億劫じゃないんですけどね、まあ上の川病院の方に通院してます。で、じゃあ年取ったらどうすんのって言ったらね、やっぱりきついんでね、例えば免許返納して、まあここまでセニアカーで来るっていうのもね、ちょっときついんで。まあ一応ね、年取ったらね、山崎に相談して、まあ薬出してもらうだけなんで、山崎院でいいのかななんて思っております。まあ今日ね、血液検査もしましたんで、なんか数値があるみたいんだよね、その数値が上がったり下がったりしてるみたいんで、ある数値以上に下がるとダメって言ってましたかね、なんか詳しいこと言われてもよくわかんないんですが、まあそれの変化を見てるみたいです。で、それをね、見るために今日血液検査やってね、多分6月に通院した時にその検査の結果が出てくるのかなと思っております。はい、そういうことでね、まあ今日はもう雨ざんざん降りなんでね、農作業の方はしません。で、寒いんで表も出ません。今日最高気温7度とか8度って言ってましたんでね、真冬じゃんみたいな感じでね、10度に届かないので、今日は家帰ってちょっと買い物行こうかな。まあ衣類なんかの買い物行くかもしれないんですけどね、とりあえず農作業の方はしないでね、じっとしていたいと思います。はい、そういうことでね、上の川病院に行ってきましたという動画でした。はい、お付き合いありがとうございました。はい、竹下農場です。白鷺公園までね、戻ってきました。で、いつもですと、南側のね、駐車場に車を止めて、桜が植えてあるところまでね、歩くんですが、今日はね、北側の道路にね、車止めて撮影してます。で、今ね、傘をさして桜見に行ってきましたら、まだ咲いてません。で、いつもですとね、ビューファインダーの中からの覗いてるんでね、実際のつぼみの大きさとかそういうのはね、あまり把握できていないんですが、今日は、傘をさしてね、カメラは持たずにね、行ってきました。つぼみもまだまだですね。今年どうしちゃったんでしょうね。今日が26日なんで、あと2、3日は咲かないんじゃないかな。もう、下手すると4月に入っちゃうのかなって感じなんですけどね。で、今日雨降ってまして、最高気温が8度かな、8度か9度、10度までいかないです。真冬並みの寒さなんでね、つぼみが大きくなるってのはちょっと考えにくいよね。はい、そういうことで、まあ明日もまだ見に来ますけど、今日か、今日か、3月の26日はまだ咲いてないです。はい、以上になります。